まず短い方を半分に折ります。少しだけ折り目をつけてください。ここに合わせて細長く半分に折ります。反対側も折ります。先ほど折り目を入れた方を45度に切ります。反対側からも切ってください。こちらが尻尾です。頭を左に向けて切り取った部分に糊をつけます。これが腹びれと尻びれになります。大きい方は背中につけます。ちょうど真ん中あたりです。そして1年生が書いた名前を貼ります。端までしっかり糊をつけてください。尻尾の方に合わせて、それからこの部分を切ります。この切った部分が胸びれになります。目玉は印刷したものを使っています。そして金色の絵の具で口、ひげ、ひれの模様を描いていきます。このまま乾かします。乾いたら上側の部分を伸ばして両面テープをつけます。両面テープは2箇所です。切った方に合わせて折り目よりこちらに来ないように気をつけてください。そしたらここを剥がします。半分だけ剥がして折ります。半分だけ剥がして折ります。そうしたらこうひっくり返して重ねて貼り付けます。これで立体的な鯉の出来上がりです。そして剥離紙を剥がしてこれを壁に貼ります。テープがついているところをこうして貼ります。